なんとですね、今グティと、キャンプに行く予定だったんですけど、グティがちょっとですね電車の中で、食材を電車の中に忘れてしまったっていうハプニングが起きたので、ちょっとどうなるか今ちょっと駅員に聞いてるそうなんですけど、どうなるかちょっと後でまた報告したいと思います。なしないから、うん、多分、うん、多分もっと前の電車かもしれない。多分今日見つけるとか多分不可能だから、可能。特に言う。じゃあスーパー行く？言う。めちゃくちゃテンション下がってるじゃん。です。グーディーです。グーディー。笑って。グーディーハプニングちょっとあってね。なんだっけ。食料を全部電車に置いてきました。うん、まあ無事になかったということで。本当です。乾杯。行けた。やだ。皆さん枕のあのズレが結構気になる方いませんかね、キャンプの時に。でこの枕はですね、ゴムがついてるんで、マットにですねこうつけまして、で設置すると、まあ、ほぼズレることがないんで、とてもおすすめになります。続きまして、レイアウトしていきたいと思います。まあ、2人のレイアウトがどんな感じになるのか。サイトが、完成しました。いつもだいたいこんな感じのシンプルな感じで、設営しております。着火剤なんですけども、この100均で買える着火剤がめちゃくちゃおすすめです。特に炭とかをですね火つける時とかに、この着火剤はめちゃくちゃいいです。これがホッチルズのまな板兼お皿でとして使っております。軽くてとても持ち運び便利なのでとても重宝しております。これがですね牛の 味付きのバラになります。やっぱり炭火焼きでですね焼くお肉はですねとても最高になります。
うまっ、最高っすね、うん。そうだね。うまそうに食うな。うまそうだな。かかった。一人でなんか、なんかゴトゴトしてない。一回ですね、気温がだいぶ高くなってきたんで。川に少し浸かりに行きたいと思います。おお、入れそうだね。あ、行けそうだね。あ、こっちの方がいいじゃん。なだらかで。マフラー変えてるよね。パーティーみたいな。
私はですね、睡魔の限界が来ましたので寝たいと思います。まだグティは寝ないそうなんで先に寝ます。ご視聴誠にありがとうございました。夏の最高のキャンプでした。チャンネル登録お願いいたします。ご視聴ありがとうございます。失礼いたします。